はい。遺産最適化基礎論の第3回の講義の補足をここでしていきます。補足というのは、ホップクロフト・カープのアルゴリズムの、まあ、表明をここで見ていくということなんですけども、まずホップクロフト・カープのアルゴリズムは何だったかということをちょっと復習します。で、これは2部グラフの最大マッチング問題を解くためのアルゴリズムです。でですね、授業ではこの増加度アルゴリズムというのを紹介して、増加度アルゴリズムではですね、ブグラフのマッチングが与えられたときに、そのマッチングに関する増加度を見つけて、それに沿ってマッチングを大きくするということを繰り返し行うことによって、オーダー頂点数かける辺の数の時間で2部グラフの最大マッチング問題を解くというような形のことをやっていました。で、その計算量を改良したのが、ホップクロフト・カープのアルゴリズムで、そこでは計算量がルート頂点数かける辺の数になるということになります。でですね、各ステップで行うことは、この増加度アルゴリズムにおいても、ホップクロフト・カープのアルゴリズムにおいても、頂点数プラス辺の数の計算量になるんですけども、反復回数が増加度アルゴリズムとホップクロフト・カープのアルゴリズムでは変わります。で、それが増加度アルゴリズムでは頂点数に比例する形だったんですけども、ホップクロフト・カープのアルゴリズムでは頂点数の平方根、ルート頂点数に比例する形になるということで、改善になるということになります。でですね、ホップクロフトとカープは人名で、まあ、どちらも著名なコンピュータサイエンスの研究者でご存命です。このアルゴリズムの基本的なアイデアがどういうことなのかというと、まあ、2つありまして、1つは並列に実行できる増加を一気に行うということですね。で、その増加に用いる増加度として最短増加度を使うということです。例えばですね、今ここに2部グラフがあって、空集合というマッチングを今保持しているとしましょう。で、その時に、この2部グラフにおいて、その空集合というマッチングに関する増加度の中で一番短いものを見つけるんですけど、例えばですね、この場合、このオレンジで示しているような4つの道というのは、どれも今持っている空集合というマッチングに関する増加度になっています。ただですね、この場合、この4つに付け加えて、この真ん中のあたりの、この増加度を考えることもできます。どういう意味かというと、今、この元々あって4つの増加度に対して、頂点を共有しないような増加度をまだ1つ付け加えることができます。今、付け加えました。で、今、5つ、ここに増加度があるんですけども、ここにもう1つ、頂点を共有しないような増加度が付け加えられますかと聞くと、この場合は付け加えられないんですね。例えばですね、この右端の辺だけからなる道というのは、これは増加度なんですけども、それを付け加えようとすると、この下の頂点が2つの増加度で共有されてしまうので、そういうことは許さない。つまり、この右側の増加度は、これ以上追加できないということになります。で、今ですね、このどの辺、どの増加度を付け加えようとしても、それは元々ある増加度と頂点を共有してしまうので、これ以上付け加えられないことになります。で、これ以上付け加えられないような、この増加度の集まりのことを、これ極大な増加度の集合と呼ぶことにします。この極大なっていうのは、この集合にかかってるんですよけども、極大な集合です。で、何の集合かというと、増加度の集合です。だから極大な増加度なんじゃなくて、増加度の集合でその集合は極大である。で、極大っていうのはそれ以上増加度を追加できない。で、そういう意味だと思ってください。で、このように極大な増加度の集合があったら、これ頂点を共有しないので、ここに書かれている5つの増加度に沿ったマッチングの増加というのを並列で一気に行います。で、一気に行ったのはチリの図で、こんな感じですね。増加度。5つあって一気に行います。
で、このようにして、もともと空集合というマッチング、つまり要素数ゼロのマッチングがあったんですけども、1回のこの並列で行った増加によって、要素数が5のマッチングが見つかったことになります。ではですね、今ここに、要素数5のマッチングがあるんですけども、これに対しても今やったような極大な増加度の集合というのを見つけてあげましょう。特にその中で増加度の長さが短くなるようなものを見つけてあげましょう。で、そうするとこういうのが見つかります。今、長さ3の増加度が3つありまして、これは、極大な最短増加度の集合になっています。これ以上、長さが3の増加度を付け加えることはできません。そうすると、この3つの増加度に沿った増加というのは、並列に一気に行えますので、やってあげると、こんな感じで、今、要素数が1、2、3、4、5、6、7、8ですね。8のマッチングが見つかったということになります。つまり、2回のこの増加の操作で、要素数が8のマッチングが見つかったということになります。増加度アルゴリズムの場合は、マッチングの要素数が5つしか各反復で増えませんから、要素数8のマッチングを見つけようと思ったら、8回の反復が必要なんですけども、今、このグラフにおいては、ホップクロフトカープのアルゴリズムでは2回の反復で要素数8のマッチングが見つかったということになります。そうするとですね、反復回数が小さくなるんですけども、このこれですね、極大な最短増加度の集合というのをどのように見つけるのか、そこに時間がかかってしまっては、元も子もないわけです。しかしですね、実は、このような最短増加度の集合っていうのは、幅優先探索という、グラフ探索の手法を使うことで、ですね、この小点数プラス辺の数のオーダーの時間で見つけられます。この時間というのは、もともとの増加度アルゴリズムで増加度を一つ見つけるときに使っている時間と同じなので、つまり、この極大な最短増加度の集合を見つけるということは手間にならないということになります。それがここのホップクロフトカープのアルゴリズムの良いところということになります。つまりですね、アルゴリズムはこんな感じになります。ステップ1とステップ3点には増加度アルゴリズムと変わりません。ステップ2では、さっき言っていた極大な最短有効度の集合を見つけるということをします。で、その集合によって見つかった有効度が P1 から PK と K 個あったとすると、その K 個の増加度に沿った変更っていうのは、並列に同時に行いますから、それを同時に行って、対称差を取って、それを M とするというのが、ステップ3として行うと思います。そうすると、先ほど言った通り、各ステップにかかる時間っていうのは、どれも小点数プラス辺の数で変わりません。ステップ1とステップ3点には、増加度アルゴリズムが変わらないから、そのまま同じ計算量がそのステップでかかることがわかります。ステップには先ほど言った通り、幅優先探索を使うことで、オーダー、小点数プラス辺の数で実行できます。ステップ3.1も増加させるんですけども、この増加させるときに見るべき辺の数というのは、グラフの辺の数を超えないので、ステップ3.1にかかる計算量も小点数プラス辺の数で抑えられます。つまり、ここに現れる4つの計算量というのは、増加度アルゴリズムの時と変わらないことになります。そうすると、あとは、このステップ1に戻るというこの反復を何回行うのかってことが分かれば良いと。で、実際にそれがルート、小点数のオーダーにしかならないということを今から見ていきます。直感をまず先にお伝えしたいんですけども、今ですね、ホップクロフトカープのアルゴリズムでは、増加を並列に行うと言ったんですけども、一旦その並列に行うってことは忘れて、マッチングが1個あったら、それに関する最短増加度を順に見つけて、順にそれに沿って変更していくってことを考えましょう。だから、まず M1 に関する最短増加度を P1 を見つけて、P1 に沿って変更したものをマッチング M2 として、M2 に関する最短増加度を1つ見つけて、それを P2 として、P2 に沿って増加させたものをマッチング M3 とするってことを
繰り返して最終的にマッチング M μ が見つかったとしましょう。M μ の要素数は、これは μ-1 ですかね。μ-1 になります。で、こういうふうに、その、まあ、順番に増加させていった、その、並列に行うかというと、やらない。順番に増加させていったときに、次のことが証明できます。何かというと、まず、ここに現れる最短増加動の長さ、辺の数というのは、狭い意味で単調増加になります。これ、後で5台 B として証明します。でさらに、この P1 から P2、P3、点々点と現れてくるこの増加動、の中で同じ長さの増加動は頂点を共有しないということが証明できます。つまりこの P1 から P2、P1、P2、点点点の中に出てくる同じ長さの増加動っていうのはこの P1、P2、P3 の中で連続して現れます。連続して現れるというのはこの単調性からわかります。で、その連続して出てきている同じ長さの増加動っていうのは頂点を共有しないので、それらを全部集めると先ほど言っていた極大な増加動の集合が得られます。で、極大な増加動の集合が得られるので、それらが見つかったら、それらは同時に並列に処理できる、増加させられるということになります。この同じ長さの増加動は頂点を共有しないという性質は、後で5台 C として証明します。はい。で、そうすると、この P1 から始まって現れる最短増加動の列の中で、同じ長さの増加動は頂点共有せず同時に処理できるので、この P1 から始まって、P μ マイナス1まで続いている増加動の集合を使って増加をさせるっていうアルゴリズムを考えたら、この同じ長さの増加動は並列で処理できますから、反復回数はホップクロフトカープのアルゴリズムにおいては、この増加動の集合の中に現れる異なる長さの種類になるわけです。異なる種類の長さっていうのは、例えば、長さが1のものがたくさんあったら、それは一気に1回で処理できるとなります。長さ3のものがたくさんあっても、それは1回で処理できる。そうなので、長さの種類、長さの種類は1、3、5、7、9とかそういうことですね。その時しか使わないということになります。なので、考えたいのは、この増加動の集合の中に現れる長さの種類がいくつなのかということになります。で、定理として証明できるのは何かというと、これで、この P1 から、Pμ-1 まで、ここに増加動があるんですけども、その Pμ- ルートμ まで見てみると、P、すいません。Pμ- ルートμの長さを見ると、その長さは実は、ルートミューにしかならないと。オーダーで。ということが証明できます。つまり、この P1 から始まっている集合の中で、途中の P、ミューマイナスルートミューまで見てみても、そこまでに現れる異なる長さの種類は、オーダールートミューにしかならないということになります。それがこの集合の途中までのことであります。で、残り、ルートミュー個。この集合の中にパスがあるんですけど、道があるんですけども、そこにはルートミューコしかないので、異なる長さの種類っていうのは、その中ではどう考えても、ルートミューコしか多くても異なる長さの種類はありません。そうすると、この集合の中を見たときに、前半の部分、前半というか、ミューマイナスルートミューまでのところに現れる長さの種類、は多くてもオーダールートミューであり、最後のルートミューコの長、ルートミューコの増加度の中に現れる長さの種類っていうのもオーダールートミューで抑えられますから、全体の長さの種類、つまり反復回数っていうのはオーダールートミューで抑えられます。ミューっていうのは、このマッチングの大きさのようなものなので、それは多くてもオーダー頂点数です。だから、ルートミューのオーダーは、オーダー、ルート、頂点数になりまして、ここで、つまり反復回数が、オーダー、ルート、頂点数で抑えられるということが、結論として得られるということになります。こういう流れになります。
ということで、あとは、補題 B と補題 C と定理を、順番に証明していくということになります。その証明の中で、この直感ですね、もう一回、説明していきますので、この段階でこの直感がわからなくてもいいんですけども、今からやっていく補題の中でもう少しこの直感が明確になっていきます。では、順番にやっていきます。補題 B の前に、その補題 A があります。何かというと、二つマッチングがあったときですね。で、マッチングの要素数、M1 の方が大きいとしましょう。M1 の要素数が M2 以上であると仮定します。そのときに、この対称差ですね。M1 と M2 の対称差には、M2 に関する増加度が存在するっていうのは、初めの講義でやったんですけども、少なくとも M1 の要素数引く M2 の要素数項は存在するということが言えます。しかもそれらは頂点を共有しません。ってことがわかります。これは初回のですね、その増加度の存在性を言うときにも、やったような証明で、証明を行うんですけども、まず例を見ましょう。今、ここに M1 というマッチングがありまして、要素数9です。下に M2 というマッチングがあって、これ要素数7です。で、右側にその2つの対称差から作られたグラフがあります。で、ここには M2 に関する増加度が、この補題を信じれば少なくとも2個存在するということになります。で、実際に、この、対称差を見てみると、ここですね。ちょっと色変えようかな。これオレンジが必要で、オレンジにすると、ここですね。この部分に、一つ、まず、MD に関する増加度があります。で、もう一つどこにあるかというと、ここですかね。ここですね。ここですね。ここにもう一個あります。ただ、この例ではちょうど二つありますけども、一般的には二つ以上あるということになります。ちなみにですね、ここにその赤と青が交互に並んでいる交互度はありますけども、これはこの赤のマッチングに関する増加度ではないので、これはもうカウントしてないということですね。で、その初回の証明の時にやったのは何だったかっていうと、この対称差を取ると、その各連結成分っていうのが偶数調の経路か、さもなくば、道になると、ということを言いました。で、この道とか、この経路に、M1 と M2 の辺がいくつ出てくるのかってことを考えてあげましょう、ということを見てあげます。そうするとこんな感じになります。どんな感じかというと、偶数調の経路を見てあげれば、そこに現れる M1 の辺の数と M2 の辺の数、これ変わりません。偶数調ですから。で、道もたくさんあるんだけども、その道の長さが偶数だったら、やっぱり M1 の辺の数と M2 の辺の数は、その中に現れるものに限ると変わりません。一方で、奇数調の道で、足しの辺が両方とも M1 の辺であれば、には、M1 の辺の数が1個だけ大きくなります。つまり M1 の辺の数は M2 の辺の数プラス1になります。ちょっとプラス1の位置が間違ってたので、ここはちょっと訂正しますね。で、奇数調の道で、足の2つの辺が M2 の辺である場合には、M2 の辺の方が1個だけ多いので、M2 の辺の数が M1 の辺の数プラス1に等しいという形になります。ですか？で、そうしたら、これ全部足してあげます。足してあげるっていうのは、偶数調の経路に現れる M1 の辺の数と、偶数調の道に現れる M1 の辺の数と、奇数調の道で端が M1 の辺であるようなところに現れる M1 の辺の数と、奇数調の道のところに、で、端が M2 の辺であるようなところに現れる M1 の辺の数を全部足してあげます。で、そうすると、全部足すと M1 の辺の数っていうのがまず出てきて、で、ここでこうプラス1が何個あるかっていうと、この奇数調の道で足が M2 の辺の数であるものの数だけここにプラスされます。で、左辺どうなるかっていうと、M2 の辺の数をまず全部持ってきて、プラス1が何個あるかっていうと、この、これ記号がいいです。比較にしよう。奇数調の道で、端が M1 の辺であるようなものの数の分だけ書かれます。で、この2つは等しいということになります。ですか？
そうすると、これ変形すると、M1 の、要素数マイナス M2 の要素数っていうのは、四角マイナス点となるわけですね。四角っていうのはもちろん何だかっていうと、奇数長の道で端が M1 の辺であるようなものの総数です。で、点は何だかっていうと、奇数長の道で端が M2 の辺であるようなものの総数です。で、この等式を書いたのがここですね。M1 の要素数マイナス M2 の要素数っていうのは、端が M1 の辺である奇数長の道の総数マイナス、端が M2 の辺であるような奇数長の道の総数です。ですか。上の記号で書くと、この上の方が四角で、下の方が点という形になるわけですね。そうすると、このまあマイナスの部分があるので、これを無視すると、不等号が得られます。端が M1 の辺であるような奇数長の道の総数。つまり、それで、そのような奇数長の道には、M1 と M2 の辺が交互に現れていて、M1、M2、M1、M2、M1 ってそういう順で並んでいるわけです。つまり、そのような道はどれも M2 に関する増加となっています。ので、それは M2 に関する増加度の総数に等しいということになって、これで、先ほどの話題に書いてあった、M2 に関する増加度が少なくとも M1 の予想するマイナス M2 の予想数だけ存在するということが分かりました。で、しかもこれらはこのように、対象素から作ってますから必ず頂点を共有することはありません。頂点を共有することはあり得ません。今必ずの付き方が良くなかったので、頂点を共有することはありません。ということで証明ができました。いいでしょうか。この課題 A を今から使っていきます。で、課題 B ですね。課題 B は何かというと、まずです、マッチングが1個あります。まず、この図を見ていただきたくて。で、そのマッチングに関する最短、一番長さ、小さい増加度を P とします。これですね、この場合。下の例の方です。で、この P に沿って増加させたマッチングを M プライムとします。M プライムとします。こちらですね。で、M プライムに関する増加度を今 P プライムとします。P プライムとします。これ P プライムですね。この P プライムは最短増加度である必要はありません。何でもいいです、増加度だったら。そうしたら、ここに書いてある不等式が成り立ちます。何かというと、P プライムの長さ、辺の数っていうのは、P の辺の数と、P と P プライムが共有する辺の数の2倍を足したもの以上になります。ということです。これ、下のものはこれ例ですけども、P の要素数は1です。で、P プライムの要素数、これ5ですね。これ5です。で、一方で、P と P プライムの共通部分っていうのは、ちょうどここですね。なって、これ要素数、これ1になります。ここ、これ1です。ちょっと待って。もう一回書くと、この共通部分の要素数がこれ1になります。で、P の要素数は1ですから、この足し算した結果、これ3になって、確かに P プライムの要素数以下になっているということですね。だから、この例では、この課題 D 成り立ってますけども、これどんな場合でも成り立つということを今から証明していきます。特に、特に、読めない、特にと。特に P プライムの要素数は、P の要素数以上になります。いいですか？で、これ証明していきます。で、何をどうやって入れるかっていうと、今ですね、登場人物は M と M プライムと P と P プライムっていう、増加度だったんですけども、この P プライムに沿って M プライムを増加させたものを M2 プライムとしましょう。これですね。そうします。そうすると、M2 プライムっていうのは、M に対して2回その増加っていう、操作を適用したものだったので、M2 プライムの要素数は M の要素数プラス2と等しいということになります。よろしいでしょうか。そうすると、今、M っていうマッチングと M プライムっていうマッチング、M2 プライムっていうマッチングがあると。ということになるので、課題 A を使うと、その2つのマッチングの対象者には、M に関する増加度が少なくとも2つあるっ
ってことが分かり、その2つの増加度っていうのは頂点を共有しないということになります。で、実際に、M と M2 プライムの対称差を見てみると、ここですね。ここ1個、2個っていう、まあ、増加度があるってことが分かります。いいですか。で、注意しなくちゃいけないのは、P1 と P2 っていう、で、この2つを P1、P2 と呼ぶわけですけども、これらは M に関する増加度です。いいですか。一方ですね、この P っていうのも、M に関する増加度で、なおかつ、これは最短増加度でした。最短増加度でした。ってことなので、M は、じゃないね、P は M に関する最短増加度で、P1P2 も M に関する増加度。だから、P1 と P2 の長さっていうのは P 以上になります。ですか？ P は最短増加度。M に関する最短増加度で、P1P2 も M に関する増加度だから。M に関する増加度の中で長さを比べると、P が一番短いわけですね。ですか？だからこの不等式が得られます。また、今、この M と M2 プライムの、対称差に P1P2 があると言ったんですけども、これ計算してみると、この対称差のっていう操作は、結合性を満たします。ですので、その括弧の順番を自由に入れ替えていいんですね。だから今、M2 プライムっていうのは、M プライムと P プライムの対称差であって、M プライムっていうのは、M と P の対称差であるという形で、ここまでは、その M2 プライムと M の定義をそのまま入れたんですけども、ここで、括弧がいくつかついてるんですけども、この括弧の付け方は自由に付け替えてよいっていうのがこの結合性です。そうすると、M と M の対称差という部分、と P と P プライムの対称差っていう部分の対称差っていうふうに書き換えられます。M と M の対称差、これは空集合です。ですか？これは対称差の定義からわかります。で、空集合と何かの対称差っていうのは、それはそのものになります。これも空集合じゃなくて、対称差の定義からわかります。つまり、M と M プライムの対称差は P と P プライムの対称差と等しいということになります。で、この関係を全部使って、古代 B の証明を完結させるんですけども、こうなります。今言った通り、P と P プライムの対称差は、M と M2 プライムの対称差と等しいので、要素数も等しいです。ですか？ P1 と P2 は、どちらも M と M2 プライムの対称差から取られている位置ですから、その要素数を比べれば、不等号ができます。ですか？P1 と P2 は頂点を共有しない道でした。頂点共有しないので辺も共有しません。だからその和集合の要素数っていうのは P1 の要素数と P2 の要素数を足したものと等しくなります。で、P1 の要素数は P の要素数以上であり、P2 の要素数は P2 の要素数は P の要素数以上であるっていう不等式を導きましたから、それを使って最終的に 2×P の要素数っていうものが出てきて、不等式が得られます。一方で、P と P プライムの対称差の要素数っていうのは、P と P プライムの要素数を足したものから、その共通部分の2倍を引けば得られます。これは一般の集合で成り立ちます。どんな集合でもこの不等式は成り立ちます。ので、何が言いたいかっていうと、つまり、この右辺ですね。P の要素数プラス P プライムの要素数から共通部分の要素数の2倍を引いたものっていうのは 2P 以上になります。そうですね。これを整理すると、欲しかった不等式。P プライムの要素数が P の要素数プラス2倍の共通部分の要素数以上。そういう結論が得られます。よろしいでしょうか。はい。これが古代 B です。ではですね、次古代 C。ちょっとここら辺が、ここら辺ややこしいんですけども、向こうグラフとマッチングがあって、
マッチングに関する最短増加度 P1 を使って、M1 を増加させてできるマッチングを M2 とします。で、M2 に対してもまた最短増加度を考えて、それを P2 とします。で、M2 に対して P2 を使って増加させたものを M3 とします。で、それを続けていって、MI というマッチングが得られたら、それに関する増加度、最短増加度をまた考えて、それを PI とします。で、それを使って増加させたものを MI プラス1と書くということを続けていきます。で、そうすると、これによって、P1、P2、P3、点点点っていう、まあ、増加度の集合というか列が得られるわけです。で、補体 C っていうのは、この列に関する性質を述べています。何かというと、この列の中で長さが同じものは頂点を共有しない。そうですね。で、これを、これもだから例があればよかったんですけど、ちょっとここだけが抽象的になっていて、例を書いてませんけども、まあ、これを証明します。で、これ証明は配理法で証明します。で、どういうことかっていうと、今、P1、P2、点点点で、この、最短増加度の列があるんですけども、その中で、PK と PL の長さは同じで、辺の数同じで、だけども、頂点を共有するということがあると仮定しましょう。今、この長さが同じものは頂点を共有しないということを証明したいので、その否定として、長さは同じだけど、頂点共有するものがありますよということを仮定します。で、それが PK と PL であると仮定します。で、そういうような、ものっていうのは実は、たくさんあるかもしれないんだけども、その中で L-K が、この PK と PL が、この列の中で、どれぐらい離れてるかっていう量が L-K だけども、それが最小であるものを考えます。どういうことかっていうと、まあ、今、その、P1 から始まって、まあ、どっかに PK っていうのがあって、で、どっかにまあ PL っていうのが、あると。で、この PK と PL の長さは同じなんだけども、PK と PL は頂点を共有していると。で、しかも、その頂点を共有しているものの中で、この幅ですね、この PK と PL の間のこの距離が一番短い、そういう AK というのを考えましょう。とします。そうすると、補題 B がまずありまして、補題 B。補題 B 何なのかっていうと、今、PK っていうのは、MK に関する、増加度。だったわけですね。で、MK に関して、関する増加度に、PK を取ってきて、それに関して増加させた後、次の増加度が PK プラス1なんだけども、さっきの補題 B から PK の要素数は、PK プラス1の要素数プラス、マイナスだったかな？プラスです。すいません。プラス2倍の共通部分の要素数。ってことが、言えると。なんかおかしいぞ。そうですね。逆ですね。すいません。ここは間違っていて、ごめんなさい。すいません。ちょっとよく書き換えて。PK プラス1の要素数が、PK の要素数プラスこの共通部分以上だから、これは PK の要素数以上になるということですね。で、これによってその単調性が言えて、PK の要素数は PK プラス1の要素数以下であり、それがずっと続いていくと。PL が続いていくという単調性が得られます。なんでかっていうと、PK プラス1も、MK プラス1に関する最短増加度だからですね。このような、不等式の列が得られます。一方で、PK と PL は長さが同じなんです。だから PK イコール PL ですね。長さとして PK の長さと PL の長さが同じなので、ここに書かれている、
不等式は全部等式として成り立ちます。ですか？つまり、今 PK と PL は同じ長さだったんだけども、その間にあるものは全部同じ長さになります。で、同じ長さであって、PK と PL は頂点を共有していて、しかもその頂点を共有しているこの幅が一番小さいものとして K と L を選んでいたので、例えば PK プラス1と PL というのは頂点を共有しません。もしくは頂点を共有するとすると、この間の距離というのが PK と PL よりも小さくなってしまうので、この距離が一番小さいところで K と L を選んでいたということに矛盾します。ですか？だから、もし言うと PK プラス1から PL まで、これ全部長さが同じなので、それらは頂点を共有しないということがわかります。頂点を共有しないと何がわかるかっていうと、 PK プラス1っていうのは MK プラス1に関する増加度だったわけです。これ MK プラス1に関する増加度、で、その MK プラス1に関する増加度で、その MK プラス1に関す MK プラス1に対して PK プラス1に、沿ってマッチングを変更すると、次の MK プラス2とかっていうのが得られるんだけども、その MK プラス2とか、そのこの PL マイナス1ですねまでの増加を繰り返していっても、それらの増加によって PL の周りの状況変化しないんですよね。つまり、そのずっと PL というのはこの PK プラス1から PL マイナス1に沿って増加させた後でも、 PL というのは今考えているマッチングの増加度であり続けます。頂点共有しないから。つまり PL っていうのは MK プラス1に関する増加度になります。ですか？ PK プラス1も MK プラス1に関する増加度で、 PL も MK プラス1に関する増加度になります。で、PK プラス1っていうのは MK プラス1に関する増加度なんだけども、それの中で最短のものだったわけですね。これですね。ですか？まあ、そういうことになっているってことに注意して次に進みます。そうすると、課題 B をもう一回使うと、PL っていうのは PK、PL の長さっていうのは PK の長さプラス PK と PL の共通部分の2倍以上になるということがわかります。ですか？で、PK と PL の長さ同じだったので、この不等式、この不等式見ると、PL と PK が等しかったら、この後ろの部分、これ0になる必要があります。つまり、PK と PL は辺を共有しません。こうですね。PK と PL は辺を共有しないとなります。しかし、で、PK と PL は辺を共有しないんだけども、前のページに戻ると、これらは頂点を共有すると言ってるんです。だから、頂点を共有するけども、辺を共有しない二つの、同じ長さの増加道が、増加道、道があるってことになってます。増加道があるってことになってます。しかし、その状況が起こると仮定すると、PL が MK プラス1に関する増加道になれないというかわかります。これ先ほど PL は、MK プラス1に増加度と言ってたので、それに矛盾するわけです。じゃあなぜこれが増加度になれないのかってことを言います。で、そのために2つの場合を考えます。で、1つ目は何かっていうと、この図に書いてある場合で、1つ目っていうのは、PL の内点、つまり端じゃない点が PK と共有される場合です。その時どういうことになってるかっていうと、まあ、左のような図になってるわけですね。PK っていうのは MK に関する増加度です。で、この右側は何かっていうと、その増加させた後の状況を書いてます。で、増加させた後には、その辺っていうのは MK プラス1の辺になります。で、PL っていうのは MK プラス1の増加度だったので、この PL に沿って、MK プラス1の辺が順に現れます。で、どって順に現れるのにこんな感じになっているわけです。で、そうすると、その共有されている頂点を見ると、MK プラス1の辺が2つ
接続することになってしまいます。で、これはマッチングでは許されていませんから、これは起こり得ないということがわかります。いいですか。2番目の場合、何かというと、PL の、足の点ですね。端点を PK が共有する場合です。この時、MK における状況を見てあげると、こんな感じになったわけです。PK において、MK の辺が順に現れていて、PL においても、MK の辺が順に現れているという形になっています。で、そうすると、PL は MK に関する、MK に関する増加動になってないといけないんだけども、実際そうなってないと。なんでかっていうと、PK の端の点が MK の辺と接続しているからです。この言い方はやっぱり良くないですね。なんで PL が MK のに関する増加動なのかってことは言ってないので、この言い方は良くなくって、MK、今、じゃあ PK は、MK、に関する増加度なんですけども、その時に MK、PK に沿ってマッチングを大きくすると、このマッチングの辺が、こう入れ替わるわけですね。こんな感じで。で、これがその MK プラス1の辺になっています。全部。で、ここら辺も MK プラス1の辺です。で、そうすると PL を見てあげると、この PL が、MK プラス1に関する増加度になってたっていうとなってないわけです。なんでかというと、この端の点が MK プラス1の辺と接続しているからですね。だからこの場合も PL は MK プラス1に関する増加度になれないということになります。つまりどちらの場合にも矛盾が起きるので、配理法の証明が完了したということになります。いいでしょうか。そうすると、今、何が分かったかというと、何が分かったか戻りますと、ここに書いてあるように、ここに書いてあるように、その P1、P2 っていうような、順番にこう最短増加度を作っていったものを並べてると、長さの順にこう、並ぶわけですが、長さの順に並ぶってことが、その古代 B からわかるんですけども、この長さが同じものは、どれも、頂点を共有しない。わかりますね。だから例えば、初めの方に長さ1のものが集まっていて、次のところにこう長さ3のものが集まっていて、その次に長さ7のものが集まっていたら、こんな感じになるんですけども、この同じ長さのものは、頂点を共有しないので、先ほどのホップクロフトカープのアルゴリズムにおいて、1回の反復で、これら、例えばこの長さ1のものっていうのは平行に処理できます。一気に増加させられ、増加することができます。で、P8、P9 とか、この長さ3のものが2つあったら、これらも頂点共有しないので、1回の反復でこれら増加させられます。そうすると、例えばこの、全体でこう14個の、増加度が見つかって、で、その中で現れる長さの種類が1個、2個、3個、4個、5個だとすると、これ5回の反復で、このホップクロフト、カープのアルゴリズムは終了することになります。もともとの増加度アルゴリズムだったら、これ14回の反復が必要だったんだけども、この場合、ホップクロフト、カープのアルゴリズムの場合には、この長さの、異なる長さの種類である5回で反復が終わるということになります。今、ここでは5回というふうに言ってたんですけども、じゃあ一般的にそれがどういう回数になるのかということを今から考えたいということになります。でそれが最終的な定義です。何かというと、このホップクロットカープのアルゴリズムで用いる増加度を順に並べて P1 から P2、P3 点点点とします。で、その P1、P2 を使って作られたマッチングを順に M1 から M2、M3、点点点と、ということにします。まあ、ホップクロフトカープのアルゴリズムを、はじめのマッチングは空集合であるようにして進めることにします。
まあ、空将じゃなくて民ですけども、空将以降だとしてやった方がちょっと話が簡単なのでそうします。まあ、こうすると、MI の点の数っていうのは、i マイナス1かな、になります。で、この時に定理。何かっていうと、この増加度に現れる長さの種類、この長さの種類っていうのが、オーダー小点数の平方根で抑えられますということをやります。で、どうやって証明するか。2部グラフ G の最大マッチング予想数を μ とします。で、μ の、予想数はオーダー小点数にしかなりません。で、ここで、この R というのを、μ マイナスルート μ の小数点以下切り捨てとします。この、鍵括弧のような、記号は小数点以下切り捨て。だから、まあ、整数にするという記号です。で、何かというと、まずですね、古代 A を見ますと。で、古代 A は何だったかっていうと、二つマッチングがあったときに、その対象差の中には、頂点を共有しない増加度が、その要素数のその分だけはありますよというふうに言いました。今、この MR っていう、マッチング。MR っていうのはこの M1、M2、点々のあの R 番目とですね。MR というマッチングと、この最大マッチングの対象差を考えます。で、そうすると、その対象差の中には、MR に関する増加度がいくつかあって、それは、μ マイナス R 個以上ありますということになります。何かっていうと、最大マッチングの素数は μ であって、R の要素数は、ここが間違ってますね。MR の要素数、R マイナス1ですから、ここは間違っていて、これは μ マイナス R マイナス1になります。で、それでは頂点を共有しません。ですね。そうすると、頂点を共有しない、増加度がいくつかあるんだけども、その中で、MR にの辺を含む、その中で、含む MR の辺が一番小さいものを考えましょう。で、そうすると、MR の辺の数は R-1 で、増加度の数が μ-R-1 個ありますから、その平均値である、R-1 を μ-R プラス1で割ったもの以下しか、その MR の辺を含む、MR の辺をそれだけしか含まないような道っていうのは必ず存在するとわかります。これ平均値ですからね。平均値よりも最小が小さいですから。もう一度言うと、この M-R プラス1個の増加度の中に MR の辺をその平均値以下しか含まないものが存在します。で、そうすると、MR の辺の数が、ここに書かれている式の通りであるとすると、その、道の中の辺の数っていうのは、この値かける2プラス1になります。つまり、MR に関する増加度ですね。その中で最短なもの。それこれ PR なんですけども、その辺の数というのは、ここに書いた量の2倍プラス1以下になります。このプラス1しかないんで、書いておくと。プラス1ですね。後で直しておきますけども、プラス1になります。そうすると、R は μ-√μ ぐらいですから、ここに書かれている式っていうのは大体どんなもんかっていうと、分子は大体 μ-√μ。で、分母の方は μ- これだからこれ大体 √μ ぐらいですね。大体。そうするとこれは大体、√μ ぐらいなわけです。大体がオーダーで言うと。だから、この量っていうのはオーダー √μ になります。いいですか？
一番短い、その R が μ マイナスルート μ のときには、そこで得られる最短増加動の長さっていうのは、オーダールート μ になります。つまり、P1、P2、点点点と並べていて、PR まで行ったら、この PR の長さっていうのは、オーダールート μ なんですね。だから何かっていうと、これ最終的に、P μ-1 まで行くと思うんですけども、その PR まで、ここまでで現れる異なる長さの種類もオーダールート μ だということがわかります。なんでかっていうと、PR の長さがオーダールート μ だから。そうすると、じゃあ残りの部分で、どんだけ異なる長さの種類が出てこれるかっていうと、それを考えるのが次のページです。今のところまで書いたところですね。その MR プラス1が2日待ちの反復回数っていうのはオーダールート μ です。だからその PR までの、長さの種類っていうのはオーダールート μ です。で、残っているのが、今言ってたのはその P1、P2、点点点で、PR までは、その長さの種類が、長さの種類が、ちょっと字が汚いんですけど、長さの種類が、出数になっちゃった。長さの種類が、オーダールートミューだったんですけども、その後、その PR プラス1から、点点点 P、μ マイナス1。これでこれ続くんですけども、じゃあこの中に、その道の数はどんだけあるかっていうと、つまりこの pr プラス1、r プラス2、点点点、pμ マイナス1まで、この数字の差はどんだけかっていうと、これは、μ マイナス1マイナス r なわけですね。で、r っていうのは、ここに書いてあるように、μ マイナスルート μ、ぐらいだったわけなので、これはだいたいルートミューなわけです。そうすると、長さの種類っていうのは、ここに現れる道の数を超えられませんから、長さの種類、この後ろの部分の長さの種類っていうのは、多くても、そこに現れる道の数。で、これはルートミューになります。ですか。つまり全部合わせて、反復回数は、反復回数というかその長さの種類ですね。異なる長さの種類は、オーダールート μ になります。つまりそれが、アルゴリズムの反復回数です。はじめに言った通り、μ っていうのは、オーダールート、あ、じゃあ、μ のオーダーは V なので、ルート μ のオーダーはルート V になります。という形で、反復回数がルート V になるということが分かりました。これで、つまり、ホップクロフトカープのアルゴリズムというのは、計算量がオーダールート V かける E で、収まるということが分かるということになります。はい。以上で、ホップクロフト、カープのアルゴリズムの説明を終わります。